2017年9月の15日3時19分です。よろしく。テスティスティス、あっあっ、初見さんいらっしゃい。あ、今まで潜ってたんですか。おお。いい、全然全然。ロムって楽しむっていう方法もあるんで、全然楽しみ方は自由っすよ。なかなか大手さん、ごめんね、メガネが。なかなか大手さん、コメ読んでもらえる数が少ないので読んでもらえて光栄です。ありがとうございます。いや、俺大手じゃないっすよ。なんか僕嫌いっす、大手とか中堅とか過疎とか。もううんざりっす。くだらないっすね。大手過疎中堅、誰々が上だ、誰々の方が面白い、くだらないっすね。どうでもいいと思ってます。僕は大手とか目指してないんで、
どうでもいいっすわ。こんだけ閲覧行くってことは和道さんに魅力があるからだと思うんですよね。まあ面白い人間は人が集まるとは思うんですけど、つまんない人間は人が集まんないって思うんですね。それはそうじゃないですか。でも人数が集まるってただ大衆受けしてるだけっていう部分もあるし、人数が集まったところで何なんだっていう感じはあるんですよ。まあその人数が一つのなんていうか、指数にはなるのは本当だと思うんですけど。なんか自分が目指してるのは閲覧だけじゃないんですね。で、なんだろう、周りと比べてやってないんですよ、僕。本当に。周りの配信者と比べて何かをやろうと思ったこと全然なくて。なんか周りが勝手にやるんですね。リスナーが、あいつの方が面白い。いや、ワドの方が面白い。いや、和道の方が人数集まってる。いや、あいつの方が稼いでる。どうでもいいですね。僕は、自分が目指してるところを達成できればそれでいいと思ってるんで、本当にどうでもいいですね。金梅さんパクられるんだ。マジで？ああ、まあ、あんだけ、いや、どうだろうな。まあ、パクられても仕方ないよ。パクられても仕方ない。なんか、俺の枠ではなんか大手だとかなんだとか、いらないっすね。普通に人と人とでやりとりしたいっすね。特にネットの人間、くだらない人間多いんで。なんか普通に話せる人がいいっすね。常識のある人が。具体的に言うと、1億円プレイヤーに関しては、確かにその10年以内に取りたいっていうのはあるけど、もうなんか言うのもバカバカしくなってきたから、今ちょっとすり替えてるかな。10年以内にその1億円プレイヤーになりたいっていうのはブレてないんだけど、なんかあんまりその言っても意味ないし、あんまり言わないかな、これからは。ちょっと別のところにシフトを置いてるっていうか、今のところ。なんかでも、その俺が勝手に立てての目標、あんまり、なんか昔はそのシェアするのがかっこいいと思ってたんだけど、放送に限ってはなんかもう上げ足取りばっかりだから、もうなんかそういうの話しても全く意味ねえなと思って。まあ自分と仲間、自分が信用してる人がそこに向かって、一緒にタッグ組んで応援するわっていう人だけでいいやと思ってる。結構リスナーに対してげんなりしてるっていう部分はあるんだよね。努力してることっすか？いっぱいありますよ。いっぱいありますね。なんだろうな。例えばありきたりなことかもしれないですけど、まあ、楽しむっていうこと。で、目的は配信をやるのが楽しいことっていう。楽しいことでプラスアルファ何かがついてくるっていう状態に置く。で、楽しくない時はやらないっていうか。楽しむことっすね。配信を。とにかく。自分が。そうすれば怖いもんないんで。やりたいことはやるって感じですね。結構そういうのは心がけてたりとか、あとなんだろうな、あとはやっぱりそのネタよりもキャラとか、いつも言ってるんですけど、ネタよりキャラを作
作り上げていくっていうこととか、あとなんだろうな、あとはまあブレないっていうか全部自己責任、なんか生き方みたいな話っすよ。あんまりその配信者としてっていうよりも人間としてって考えることの方が多いっすね、うん、ほとんど生きてる間配信やってる状態なんで、起きてる時間を配信捧げてるんで、あんまり配信論っていうか生き方に近いっすよ。ずっと配信やってるんで、でもなんだろう、努力なんて当たり前だからね、いつも言うんだけど、あんまり努力っていう言い方しないっすね。なんかある程度のところまで行くんだったら、まあ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 、努力なんて当たり前だと思ってるんだ。考えてたよ、自分も配信してるんですけど、なかなか閲覧上がらなくて困ってまして、面白いこととか努力してあげたいって気持ちあるんですけど、閲覧来ないのでどうしたらいいか分かんなくて、閲覧増やすためにやってるんだったらやめた方がいいっすよ、うん、閲覧増やすために配信やってるんだったらやめた方がいいと思います、うん、なんかその数字とか金とかを目的にするとつまんないですよ。せっかくね、自由に発言ができて自由に表現ができるのにもったいないですよ。面白いことやってたら閲覧なんて勝手に伸びるし、面白いことやってたら金もらえるし、金が目的だったら働いた方がいいですよ。閲覧が目的なの、あーごめん、ユーロスペースさんね、企画のことに関してはもうアーカイブ残してあるからアーカイブチェックしてもらいたいですね。僕あんまり過去のこと何度も説明するの好きじゃないんで、閲覧とか気にしなくなってきましたね。最初の頃は気になってたんですけど、閲覧気にしなくていいですよ。長く続けてたら勝手についてくるんで、ていうか運の要素もあるから、才能とか運とか、うん、の部分だから、楽しむことは努力っていうかね、自分の心構えでどうにでもなるけど、人を増やそうってなると運の要素が出てくるから、ね、人が増えたから何なんだって話ですからね。まあ過疎でも面白い人いっぱいいますよ。過疎でも食えてる人いるし、なんで人増やしたいんですか。人増えてもいいことないですよ。
あんまりおすすめしないですね、人を増やすっていう方法は。お疲れっていうかね、眠いのに寝れなかったんだよね。寝たかったんだけど、なんか24時間ぐらい寝ちゃったから、すげえ冴えてて。で、まあいいやと思って、放送やるかと思って。他人と比べない方がいいと思いますけどね。どうなんだろうね。おい、ワドツ。他人と比べても何も生まれねえかんな。だってさ、例えば俺と金梅さんと比べてさ、もうやってることと生きてきた経歴とか、もう全部違うじゃん、生き方とか。で、金梅さんが人を増やしたって考えるよりも、なんだろう、戦うの相手自分の方がいいっすよ。人と比べるから人数欲しくなるんだけど、金梅さんもゼロからスタートして増やしていっただけだから、自分と戦ってた方が楽っすよ。他人と比べても意味ねえかんな。全く意味ない。そんなもん閲覧伸ばしたきゃね、売名しまくればいいだけだからね。売名したところ自分のファン増えないからね。だったら少しでも自分のファン大事にしてた方がいいと思うけど。まあ、第一線でやってる人をいっぱい知ってるんで、何かの参考になればいいかもしれないですけど、生半可な気持ちでやってないっすよ。有名になる人は。腹くくってますよ。どんな世界でもそうだろうな、そうだろうけど。腹くくってスタートラインっすよ。初見さんいらっしゃい。
お、風船ありがとう。戦う相手は自分とか、なるほど。そう言われれば自分は確かに半端な気持ちでやってたかもしれないです。趣味なら趣味って割り切る方がいいと思いますよ。あんま変な気持ちで有名になりたいっていう風にやってもあんま意味ないと思ってて。愛はどっち？やっぱ第一線でやってる人は決めてますよね。なんで俺が配信やったらダメなの？なんで？理由なんてないけど。ああ、そうなんだ。全然普通にコメしていいよ。いつでも。俺が引退するとか配信やるとかお前に関係あんの？台風どうなんの？なんかすごかったよ、さっき。ズブワーって雨降ってパーって晴れた。なんだろうね。台風好きだから俺大歓迎なんだけど。いや、俺が引退したから何なの？髪下ろしてますね、今日ね。風呂上がりっすね。最近セットしてないっすね。配信するからには覚悟を決めて、やるからには全力でやった方がついてくるものがあるんです。何事もそうだと思いますよ。仕事でも、バイトでも、スポーツでも、配信でも。決めてる人間は強いっすね。配信するの自由だし、自由だと思いますし、初見で来てこういうコメ見ると楽しくなくなっちゃう。いや、いいよ、ほっといて。いいよ、普通に楽しんで、普通に楽しんでってほしいね。俺がどこで何しようが俺の勝手だと思ってるから。ありがとうございます。よろしくお願いします。初めまして。
セクシーボイス？いや、あれはランキングやってたからやってたんだよね。知らないっす、BGM のジャンル。わかんないっす。他のとこでこういうコメしも相手にされなかったんで、本当に嬉しかったです。ああ、よかったです。いや、でも、持論で申し訳ないんですけど、答えは自分で見つけるものだと思いますよ。やってみるのが一番いいっすよ。いろんなこと。なんか、黒島さんの答え、出す答えと俺が出す答えが一緒だと思ってないんで。人から聞いた答えあんまり真に受けない方がいいっすよ。自分で体感したことが自分の答えだと思うんで。もうとことんやってみる、いや、自分が正しいと思うことやってみるのが一番いいと思います。僕も先輩に大手になりたいですって何回も質問したけど、意味がよく分かんなかったもんな。人によってバラバラなんですよ、答え。で、まあ、あ、この人すごいなっていう答えは何個かあったんですけど、でもやっぱりそれを自分の体感で、あ、この人が言ってた意味こういうことなんだって分かるまで時間かかりますよね、やっぱり。未だに意味の分かんないこともあるし。正解は多分黒島さんしか持ってないはずなんで、黒島さんの中の黒島さんがどんな答え出すのかだと思いますね。ああ、もう狂ったように聞いてましたね。大手配信者全員会いに行って直接大手になりたいんで教えてくださいって言ってた時期がありましたね。その頃は大手になりたかったんで、どうやったら人数増えますか、どうやったら有名になれますか、どうやったら配信で食っていけますか、もう質問中だったね。配信外でね、配信切り終わった後にミーティング何時間もしてもらってプライベートで。一番でもしっくりきたのはエミさんの答えかな。あんた大手になれるよって。決めてるんでしょうって。配信しかないんでしょうって。だったら大丈夫だよって。
まあなんか他にやること持ってる人はダメだよね、やっぱり。配信しかねえわっていう人の方が向いてるよね、この世界は。今まで見た人はそういう人ばっかりかな。俺は配信しかないわっていう人の方が才能あるよね。5、こんばんは。起きた？起きた？うん。頑張るかどうかは俺が決めるよ。確かに考えてみると他の大手さんとかそういう人が多いかもしれないですね。自分仕事してるんですが、やっぱ仕事してる人とかって難しいもんなんですかね。配信で飯食いたいってことですか？黒島さんが何を目指してるのかわかんないかな。配信で飯食いたいんですか？大手になりたいんですか？なんで社会的地位があったりとか、仕事とかちゃんとやってる人が大手になりたいんだろう。また聞きたい？いやでも俺あれだよ、普通にやってるつもりだよ。イケボ枠だから声変えてるとかないよ。目つぶってごらん。普通にいつも通り、イケボ枠と声変わってないはずだけど。イケボ枠っていうか、だから画面をこれにしてるだけでしょ。画面をこれにしたら声が変わって聞こえるんだよ。全然声変えてないよ俺。
せるかよ。お前せるか。お前せるか。なんだてめえこの野郎。未来から来たものだ俺は。お前の復活を妨げるものだ。戦うか。タイムマシンに乗ってきたんだろうお前も。させないからな。ふざけんなよ。未来はお前の好きなようにはさせないからな。いやトランクスでしょ。スラムダンクで言ったらルカは変えて、うん、ナルトで言ったらカカシ先生でしょ。リヴァイでしょ。リヴァイだっけ。引退しないから吸収してきたって。自分でもなんて説明したらいいか分かんないです。和道さんも含め大手さんに魅力を感じて、いつかこういう人たちみたいになりたいと思い始めた。仕事やっててうまくいった人いんのかな。あのね、常識がないから面白いんですよ。クズだから面白いんですよ見ててね。で、そのサラリーマンができるぐらい、そのいわば優秀な人なわけですよ。常識を持ってる人なんですよ。その人の意見を働いてる人とかが見たら面白いと感じるかどうかだよね。要はそこまではっちゃけられるかっていうか、ニートだから面白いっていう部分があると思うんだよな。働かない、働いてて大手になってるやつなんかいないと思うんだよな。いるか誰か。要は破天荒とかさ、そういうものが見たいわけでしょ。こんなやつ周りにいねえわみたいな。どうなんだろうな、働いてて有名な人って誰かいるか。あんまり絵師とか作曲とかあるならいいんだろうけど、基本は人生業。そう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 、要は俺らって何売ってるかってさ、プライバシー売ってんのよ。なんつうの、人生そのもの切り売りしてるから。だから有名になったら会社なんて絶対通報して辞めさせられるし、こういう人たちみたいになりたいって思っちゃったんだ。やべえな。俺働いてることって幸せなことだと思うけどね。働けるっていうか、そう、俺らの場合これしかねえだけだからな。ねえ、普通に働けるんだったら働いてた方が絶対幸せだもんね。俺らの場合これしかないだけなんだよな本当に。他に生きる手段がねえだけなんだよ。だから別になんか無理して俺らみたいなクズになる必要はあんのかな。ないでしょ。普通でいいんじゃないの。普通の方が幸せだよね。ねえ、なんであえてクズになる必要があるのかわかんねえわ。全然意味わかんねえ。普通にやればいいのに。もったいないっすよ。電気消す？電気消していいよ。え？
何？あ、はいはいはい。でも自分が大手だと思わないし、なんかもう大手とかいいな、ほんと。大手だって言われるようになったのか。なんかね、まあ実際、じゃあ仮にさ、大手だとしよう、俺は自分で大手なんだなんて思ってないけど、仮にね、言う人が増えてきたから大手だと仮に仮定してもね、なんか想像してたの全然違うよね。想像してたのとは全然違うよ。ワドにとって一番の大手配信者って誰ですか？俺放送あんま見ないね。1番とか2番とか以前に放送あんま見ない。で、なんだろう、人数が多いとか金稼いでるとか、いろんな人がいるわけじゃん。でも、どうでもよくない？自分が面白いと思ったら、過疎でもいい。ね、閲覧1でもいいじゃん。俺しか見てねえ、みたいな。面白くないかだけだと思ってんだよな。なんか俺、群れるやつ大っ嫌いなの。なんか、群れてないと何もできないっていうかさ、自分が好きなものも好きって言えないやつ嫌いで、面白いやつは面白い、つまんないやつはつまんない、私はこう思うっていうのをはっきり言える人が好きなの。だからなんかもうなんかいいよ、大手とかくだらねえ、くだらねえわ、くだらない。働いてても何か楽しいって思えない。いろんな大手さんと配信とか見てて面白い人とかもいて、その上閲覧とかたくさんの人が見に来て楽しく話してる姿を楽しそうと思います。でもね、100人200人300人って来るようになったの5年経ってからっすね。4年目5年目ぐらいっすよ。それまで全然人いなかったっすよ。そんなもんっすよ。3年以上続けて、毎日3年以上や、もう毎日4時間配信3年以上続けて、まあ僕の場合10時間ぐらいやってたけど。で、3年やって才能があるかないかだと思ってるんですよ。才能とかあるかないかを僕は3年やってみてだと思うんで。3年4時間とか8時間とか配信やってみるといいっすよ。毎日休まずに。で、自分に才能があったら閲覧増えますよ。俺は口に出さないやつはダサいと思ってんの。なんかその脳みそと心と脳、言葉か。心、脳みそと言葉を直結してるのね、俺は。思ったことを言うっていうふうに決めてるから。プレッシャーはあんまないよ。嫌なんだよね。悶々と溜めるのが嫌なんだよね。消化したい、考え方。別にいい格好して好かれようなんて思いはこれっぽっちもない。言いたいこと言ってるのが楽なんだよ。行ってきま
いいよ、戻ってくんの。気をつけるんだよ。うん。ありがとうね。なんだろうな、言いたいことを言えないとか、言いたいことを言わないってストレスなんだよね。言ってやらないことはダサくないですか？やることはやる、やらないことはやらないの方がシンプルだと思うんですけど。なんだろうな、ダサいとかじゃなくて、やりたいことやるだけなんで、やりたくなくなったらやんないっすよ。ダサいかダサくないかって客観的な、俺が決めることじゃないじゃん。周りが決めることだから、別にダサくてもいいよって。ストレスになること、みじんもやりたくない。別にダサいって言われたって、痛くも痒くもないし、別にそいつらから金もらってるわけじゃないんで。毎日3時間か4時間。いや、4時間最低ですね。4時間から8時間かな。確かにそこまでの時間自分やったことないです。長くても1時間とかで、そういう部分でも本気で。僕は10時間毎日やってましたよ、3年間。だから覚悟の違いって多分そういうとこなんですよ。有名になりたいって言ったんで、食いたいって決めたんで。平均すると多分11時間とか10時間以上ですね。毎日続けましたね。本人がそれでいいなら、なんかダサいとかかっこいいとか、なんか周りがとやかく言ってるだけで、別にそいつらがやるわけじゃないし、別に迷惑もかけてないのに、なんか俺はどちらかというと、人のこととやかく言ってて、自分が何もしてねえやつの方がダセえと思ってるから、別に俺がやりたくないんだからいいじゃんって。そんな感じだね。周りにいる人は疲れそう。だったら離れりゃいいじゃん。タイムシフトを見てください。タイムシフトをご覧になってください。
福山雅治に見えてきた。病気だよ、病気。病気だよ。それはないわ。福山雅治はねえだろ。病気だろ。毎日10時間本当にすごいと思います。少しですが和道さんがこれまで言ってくださった意味が分かってきました。まだまだでね、10時間やってるっていうと嘘だっていう人結構いるんだけど、本当に10時間ぐらいやってんだよ。日報つけてんだけど配信に対してね。だから多分こういうところが違いなんだろうね。その日報見てみようか。売り上げとか全部見てみてもそう。ほら、7時間、9時間半、5時間、7時間半、6時間、この日休み12時間、1.5 時間、6.5 時間で、で1ヶ月に 226.5 時間やってるね、この月は。うん。だから最近は落ちてきたよね、ペースが。でも昔はもっと多かったよね。うん、昔はもっとペース多かった。今8時間ぐらいかな平均。昔はもっと多かったっすよ。おお、たくみさん、こんばんは。ワード他人に見られることを生業としてるのに他人からの評価を嫌がるっていうのは何か考えあったことなんですか？他人からの評価を嫌がったことはないんですけど、よくわかんないですけど、シドさんの勝手な解釈なんですか？解釈じゃないですかね。他人からの評価を嫌がる、どういうこと？他人からの評価が気にならないってことね。うん、別に評価していいと思うよ。嫌がってはないよ。ただ俺は俺で決めるっつの。言ってる意味わかるかな。嫌がってるわけじゃない。勝手に評価していいよって、うん、ただそれを受け入れるかどうかは俺の考え方だからって言ってんの、うん、やっぱこういうところから違うんですね。自分が思ってる以上にもっと考えてやることも大事なんですね。いや、まあなんだろう。あ、でもその生やっぱね、大手のリア凸とか行った方がいいよ。あの近くに住んでる人オフ会とかに、もう声の張りから佇まいから考え方から根本的に違う。食えてる人は過疎生の人根本的に違う。一回会ったらいいっすよ。あ、もう全然違うわって、もう本当に何回も先輩配信者に思わされましたね。すごいっすよ。すごいっす。やっぱその実績出してる人は一回会った方がいいっすよ。ネットの中で見ててもダメ。それ舞台を観客で見てるのと一緒だから、楽屋とか普段の生き方みたいなものを見ないとあんまり伝わんないと思う。評価気にしてたらやってらんないよ。評価いちいち気にしてたらやってらんない、配信者なんか。
評価はだから、っていうか、評価なんか止められないじゃん。毎日毎日、ああだこうだ言ってるし。リスナーが。でもう止めらんないんだよ、それは。ほっとくしかないの、俺からすると。でしょ？ほっとくしかねえんだよ、本当に。だから、なんか、その評価を嫌がるとかないよ、別に。嬉しい評価もあるし、いや、ワド好きだわ、とか、ファンレターも来るし。いろんな、本当に勇気づけられること、いっぱいあるんだよ、リスナーさんに。いや、そんなの、ごく一部だよね。ほとんどは足の引っ張り合いだから。そんなのに構ってたらもうやってらんないよ、ほんと。全然違うと思いますよ。全然、少なくとも全然違うし、やっぱり会ったら全然違うって言われるし。会ってみるのがいいと思いますね。有名になりたかったからってさっき言ってたけど、大手になりたいとかどうでもいいって言ってた、どういうこと？過去有名になりたかったことね。時系列、ちゃんと捉えられてるかな。過去有名になりたかったし、大手になりたかったっていう気持ちはあったけど、今は全くないっていうこと。こんにちは。だから積極的にもうフォロー外してくれって、もう愛想尽きたんならいらねえからって言ってる最近は。別に見たくなきゃ見なきゃいいしって、ついてこれないやつは見なくていいからって本気で言ってるよ。応援する気がないんだったら向いてねえわって、この放送って。お互いに利益になんないからさよならって。なんで意味わかるって伝わってないから、過去なりたかったんだよってちゃんと言ってるはずだけど、それをなんか分かってなかったから意味わかるって、上から言ったつもりないんだけど、別に普通に友達同士も意味わかるって言うじゃん。認識がずれてるわけだから。アイテムの数のも評価の一つですよね。まあ評価っていうかもうダイレクトだよね。評価の一つっていうかもう最大の評価だよ。アイテムは最大の評価だよ。それ以上の評価を俺は知らないよね。勇気出して行ってみます。今でも参加したいって気持ちはあったんですが、こいつ誰だよみたいな雰囲気。いや、こいつ誰だよって思われますよ。はい。いや、絶対思われますよ。僕も何回もお前誰って言われましたもん。絶対言われますよ。過疎なんだもん。そっからみんなスタートしてるんですよ。だって、荒野が一番最初にリアとしたの僕なんですよ。お前誰って言いましたもん。意味分かってない人には俺聞くよ、意味分かんないのって。チキントレーナー、俺の放送向いてないんじゃないの。楽しく会話できる人のところ行った方がいいと思うよ。嫌いな人の放送を見るのなんか意味ないよ。
さよなら。ロアコさんはどこでやってんのかわかんないわ。コメント書いてくれるけどね、リスナーで見てくれてはいるけど、配信やってんのかな？ツイキャスだと思うけどね、多分。多分ツイキャスだと思う。もったいないよな、ふわっちやればいいのに、せっかくネームバリューあるんだからもったいないよね。ツイキャスでやる意味がわかんねえわ。ああ、全然全然、友達だからね。コラボするよ。めちゃめちゃ凸しましたよ。売名の和道って呼ばれてたんですよ。めちゃどこでも顔出すなこいつって言われてましたよ。 もうそれは叩かれた叩かれた。売名売名売名って言われてたの。あいつほんとどこでも顔出してうぜえなーって。懐かしいっすね。おい、ワード2、アイテムありがとう。ニコ生で喧嘩凸やってた時に初めて見たのかも。古っ。あのね、誤解があるんだけど、俺喧嘩凸自分からほとんどやってないから。たまにやってたけど、かかってくることが多かった。っていうのも、喧嘩凸者のレイニーだかなんだか、ファントムだか忘れちゃったけど、喧嘩凸っていう概念も知らなかったの。なんかかかってきて、ボロボロに論破してやったの。もうひどくて、グーのね、結構有名な喧嘩凸者で万人コンビだったんだけど、ボロボロに言いまかしてやったら、そしたらなんか、どんどんかかってくるようになっちゃって。
そう、喧嘩図書はね、一回有名なやつをボッコボコにしちゃったんだよね。論破の嵐。ゴシャブ事件はあれは俺も面白かったもんね こんな嘘みてえな神回が起こるのかと思ったもんな。あれはでも俺が面白かったわけじゃないから、パーツで言ったらそんなに重要のパーツじゃないじゃん。たまたまなんでしょ。むしろ主役は柏木とロハコさんでしょ。で、みどりさんとゴロリさんと鮫島さんが面白かっただけであって、あれは生で見てて、生でね、その もうほんと嘘みたいな事件だよな。いや、あれはまあね、まあ でも振りは天才だなと思ったよね。キスできんの？それが本当ならキスできるでしょって言って まさかの舌入れてきたかんな、ロハコさん。あれはすごかったな。あれはすごかったよね、本当ね、ゴシャブ事件は。ああ、あれはね、あれは面白かった。のぞみとかなへび。ああ、かなへびがベロンベロンだったんだよ、あの時。で、ゴロリさんがマジギレしてたんだよね。かなへびが空気読めないで、あいつコムショウじゃん。ベロンベロンに酔っ払ってリアドつんのよ、あの緊張するときは。こんばんは。いや、あれ、下本当にビリビリだったんだよ。ヒリヒリじゃなくて、なんか毒盛られたと思ったもん。ずーっと下が痺れてたで、ロハコさん結構ショック受けてて、1年後ぐらいに、あれ本当なんですかって言って。僕あれで結構ショック受けてたんですけど、って言って。あ、あれ本当だわ、って言って。カナヘビはベロンベロンで、ゴロリ出せやとか言って、ゴロリふざけんなよとか言って、まあ警察に連れてかれてたけど、ベロンベロンだったね、カナヘビ。なんだよね、もう本当に。いや、コントでしょ、本当に。本当にコントでしょ。全員気違いだからな、登場人物。あんなこと起こんないだろうな、もう。だ、俺びっくりしたのが、鮫島さんが野田ゾーリーとさ、みどりさんに、初めましてって挨拶してたのがびっくりしたよね。え、初めましてなの？と思って あ、初対面なんだ。オナホ？何オナホって。オナホなんか、何オナホって。何の話？あのオナホって何？オナホールなんか出てきた。何オナホって。押し入れから出てきたやつ、誰の話？押し入れから出てきたっけ？覚えてないな。ロハコさんの家？オナホなんか出てきたっけ？あ、わかんない、俺。覚えてないか、俺がいない時かな。わかんないけど。オナホはよくわかんないわ。なんか配信やってて嫌だなって思うのが、
本人の枠、ある程度有名になってくると、本人の枠だけで完結していくわけじゃん。過疎だから。過疎中堅は。要は、俺の枠で起こったことを、その次の枠につなげていけばいいだけなの。だけど、ある程度有名になってくると、どういうことが起こるかっていうと、自分の枠終わりました。寝てます。寝てる間に俺の枠を開くの。誰かが。解説枠、ディス枠、なんとか枠。で、勝手に進んでいくの。要はね、よく分かってないで配信者も話を進めていくから、勝手にこういうのに違いないみたいなのが固まっていくんだよ、リスナーの中で。で、次の日枠開けたら何の話みたいになってんのはすごい嫌だね。めんどくさい、最近。知りもしないやつが来るわけじゃん。その枠を見た人間とかが。なんとかなんですよね。誰お前みたいな。俺からすると誰お前なんだよ。どうでもいい。チャイムの電池取ったから金蛇がさらに切れたんだっけ？いや、もうね、ゴロリさんが追い出したんだよ、ぶっちゃけ配信外で。まあ、帰れっつって。 ゴロリさんが入ってきて、配信ついてない状態で潜入してきて、最初に。で、帰れと。消えろと。で、喧嘩、大喧嘩になってんの。配信外で。で、出てけっつって配信を回したんだけど、ピンポンピンポンぞ。で、なんか電源抜いたかなんかで、要はもう揉めてんの。配信外で。カメラが回る前の段階で。そりゃそうだよね。あの状況にカナヘビいても面白く絶対ならないじゃん。絶対場違いなんだよ。ベロンベロンだし。で、さすがにそれはないだろうっつって、もうゴロリさんも分かってるから、プロデューサーだから、もはや。いや、お前の出番じゃないと。 いや、もともと会話不能だしね。まあ、あからさまな売名なわけじゃん。なんつうの、もうリスナーがお呼びでないことを判断してるわけよ。まあ、しょうがないよ、あれは。あれはしょうがない。で、カナヘビがゴロリさんにキレてたっていう。ゴロリだせっつって。すっげえ酒臭かったよ。ベロン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 でしたね。ああ、とんでもないです。頑張ってください。
寝れねえんだよな。どうしたらいいんだろう。病気だよね。速報、ホープさん逮捕。どこで調べたらソース出てくる？詳細ください。どこで調べたらソース出てくる？それ本当なの？あんたもう人気ないしやめた方がいいよ。お前が言うことじゃないよ。人気なんかもともとないよ、最初から。最初から人気なんかないです。そんなにうまくないっすよ。最近始めたんですよ。Thank you.
コメント無視っつうか拾いようがないじゃん。言い切り系っていうかさ、あ、この人はこう思ってんだなと思って。俺、あなたに関心ないから。会話になってないでしょ。ちゃんちゃらおかしい、イカれたニートって言われたもんね。あ、そうなんですかっつって。あ、俺閲覧とか気にしてねえから。Thank you.
はやおう。私と一緒じゃなきゃ嫌よ。いつからこんなに思い出せ、思い出玉屋さんいらっしゃい。雪が降ればいいと口を尖らせた思い出
今にまた転ぶぞ。なんで怒ってるの？楽しそうなの？また綺麗なままの雪の絨毯に二人で刻む足跡の平行線。そしてその身を全て奪う。水の中浮かばれる言葉を教えしょ。消えた心をどうするんだ。捨てたふりしておくでも。どこまでも屋根に守られて暖かせばおり何さ何を憎めばいい。でその両手を疲れたらちょっとさそこに座って話そうか。いつだって僕らは休む間もなくさまよった。目にも止まらないさやさで世界は明日へと向かう。響く鐘の音のようなあのメロディーは何だっけ。白い靴ひもがと気づけば土の色をやっていつもお気に入りは汚れてた。何もなかったかのように世界は機能を消してく。作り笑いで見送った夢も希望もすり減らした。疲れ一人になれたの。風に揺れる肌のような思い出を
グリコの中華丼？何の話してんの？君が涙の時には僕はポプラの枝になる。孤独な人につけ込むようなことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は振り払ったと遠い夜、いつまでも空と君との間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。君との間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。君の心がわかると、たやすく誓える男に、なぜ女はついてゆくのだろう。そして泣くのだろう。君がすさんだ瞳で強がるのがとても強がるのがとても痛い。君ことでいつまでもいつまでもあいつに縛られないで、どこいるよ。愛はまだここにいるよ。向かないで、空と君との間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。
悲しいことがあると、開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街で見かけた時、何も言えなかった。卒業写真の面影が、のままだったから、人混みに流されて、変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って話しかけるように、揺れる柳の下を、通った道さえ今はもう電車から見えるだけ。あの頃の生き方を、あなたは忘れないで。あなたは私のワードツー。青春そのもの、人混みに流されて、笑ってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って、あなたは私の青春そのもの。緑の淡麗飲んでたね。うなの真似してね。淡麗うまいんだよね、でも。淡麗好きだよ。早いな、帰ってくるの。ああ、もう1時間経ったよ。帰り。はーい。
美味しそうなの買ってきたね。こんなにも騒がしい街並みに佇む君は とても小さく いやいや、俺が金払ってやってんだから俺の勝手でしょ。なんで俺の楽しみを邪魔しようつんのか分かんねえわ。いいじゃん、俺が金払ってやってんだからほっといてくれよ。シェリー、俺は転がり続けて、こんなとこにたどり着いた。シェリー、俺は焦りすぎたのか、むやみに何もかも捨てちまったけど。閲覧減っても全然構わないから。夢だった、夢のために生きてき、なんだっけ、きたね、しみるよね。シェリー、前の言う通り、金か夢かわからない暮らしさ、転がり続ける、俺の生き様を。時には無様な過去を支えてる。シェリー、優しく俺を叱ってくれ。お前の愛が全てを包むから。チェリー、いつになれば俺は這い上がれるだろう。シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるだろう。エレキだと空弾きで部屋の中で弾けるのよ。アコギは音でかいから。シェリー、シェリー、シェリー、俺は歌う、愛すべきものすべてに。のんちゃん着替えてる？大丈夫？のんちゃん、大丈夫？気をつけてね。お風呂で着替えてね。ねえ。
なんかそういう時代だったよね。敵は大人って感じだったよね。僕の話を聞いてくれ、笑い飛ばしてもいいから、ブルースに取りつかれたら、チェインガングは歌い出す。仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。ありがとう。人を騙したりするのはとってもいけないことです。物を盗んだりするのはとってもいけないことです。それでも僕は騙したり、物を盗んだりしてきた。世界が歪んでいるのは僕の仕業かもしれない。血が怖いから半端に成長してきた。なんだかとても苦しいよ、一人ぼっちで構わない。キリストを殺した者はそんな僕の罪のせいだ。暗くしていい？いいよ。冷房ついてる。めちゃめちゃ暑いんだよね。25度。強風？弱風。強くして。探し物は何ですか？見つけにくいものですか？本の中も机の中も探したけれど見つからないよ。まだ探す気です。まだまだ探す気ですか？もう僕と踊りませんか？目の中、夢の中。夢の中、会いに行ってみたいと思うんです。
済むことも許されず、おはよう、はいつくばってはいつくばって痛い闇を探しているのか、もうやめたとき、よくある話で夢の中へ行ってみたいと思いませんか。ふふ、さあ、出し物は何ですか。何が好きですか。夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか。うふふ、うふふ、うふふ、さあ、うふふ、夢の中へ、ふふ、夢の中へ、うふふ、さあ、露出してな、な、夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は夏模様、夢がさ、斉藤由貴、夜の中、長い冬が窓を閉じて呼びかけたまま、夢はつまり思い出の後先、夏祭り酔いがかり、胸の高鳴りに合わせて、8月は夢花火、私の心は夏模様、うんうん、バーガーありがとう、うんうんうん、くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙、いつまでも続くのか、吐き捨てて寝転んだ、俺もまた輝くだろう、今宵の月のよう、ちょっと遅いなこれ、ように流れ過ぎて、むずコード
は俺のもので、きらめく輝く太陽は俺のもので、きらめく月はそう前の涙、輝く太陽は俺、輝く太陽は俺のもので、きらめく月はそう前のな、普通の顔したそういつもの普通の、輝く太陽は音が取れないんだよな。輝く太陽は俺のもので、きらめく月はそう前の涙、普通の顔したそういつもの普通の、風に吹かれて消えちまうのさ、当たり前に過ぎゆく当たり前に、輝く太陽は俺のもので、きらめく月はそう前の涙、普通の顔したそういつもの普通の、風に吹かれて消えちまうのさ、当たり前に過ぎゆく毎日に、恐れるものなど何もなかった、本当はこれでそう、本当はこのままで、何もかも素晴らしいのに、明日にはそれぞれの道を追いかけて行くだろう、風に吹かれて行こう、さよならさ今日の日を、のまでの優しさよ、手を振って旅立とうぜ、いつもの風に吹かれて。見慣れていつもの街を過ぎれば、そしらぬ顔そびえるビルの角、遠くで聞こえるそう遠くで聞こえる街の音に耳を貸せば、悲しみは優しいふりして、この街を積むだろう、お前に会いに行くまで、さよならさ今日の日よ、とまでの優しさよ、手を振って旅旅立とうぜ、いつもの風に吹かれて。見慣れてるこの部屋も、俺たちの優しい夢も、手を振って旅立とうぜ、いつもの風に吹かれて。
おい、今夜ぜひ、ワード2。おはよう。恋しくて泣き出した日々などもう忘れたの、今更は戻れない信用なんか最初からねえって。お前うぜ、消えろ。傷つけあった日々が長すぎての、戻る気はないなんて。いつも言ったけど、ここ俺のファンの放送だから、邪魔なやつ消えていいよ。お前が見に来なくても俺困んねえから。消えろ。気持ち悪い。関わんな俺に。俺とお前の人生何の関係もねえから、お前とつるむ気ねえし、関わりたくねえわ、正直。気分悪い。消えろ。お前の暇つぶしのための放送じゃねえんだわ。追いかけても追いかけても逃げてゆく月のように指と指の間をすり抜ける、バラ色の日々を。バラ色の日々を君と探しているのさ。イエローモンキー好きだよ。カラオケではよく歌うけど、ギターが弾けない、ギターが下手だから弾けないだけで。いいんじゃないの別に。だから俺に関心がないやつは見なくていいんだよ。髪の毛、髪の毛、髪の毛、手のひら、愛の光、夢よりまばらな寂しい熱。お前次ブロックな、めんどくせえから。季節ごと。
輪無限の陰知らせてくるのもあなた夏冬 So for you 約束なしのお別れです That's so for youあなた燃えるで、あなたの全てをきっと私忘れません。後ろ姿見ないでください。Thank you for your kindness. Thank you for your tenderness. Thank you for your smile. Thank you for your love.Thank you for your everything さよならの代わりに眠れ元にいい言葉で支えてくれたの。コードだけ見て弾いてるね。コードと歌詞の表があってやってくれたのはあなたでした。人して一人くじけそうになる夢を与えてくれたのもあなたでした。 Last song for you Last song for youThank you for いいよ。過ぎ去
インテーションのダイヤで嘘ばかりの恋がしたいわ。恋人がさらわれて悪魔の城から助け出そう。抱きしめて手に入れたいきらめく星のアイテムを黄金色の旅人が待ってる、る物語へ急ぐ。太陽が目覚めたら、あの海へ行こう。寄り添って雪解けを泳ぐクジラみたいな、まだ誰も知らないあの空の果てはきっと眩しすぎるガラスの扉。ドルフィン聞くでしびれてみたいな。これいいよね。愛につまずいて抱いた振り返る街は誇りにまみれて、涼しげな午前の雲が音もなく追憶の海へ連れて行く。急ぎ足不意に乾いて下を向いてひざまずいているなら、ひなぎくの空の中を私は歩いて行こう。木漏れ日が、日が緩やかに旅立ちを告げてた。水鳥が最後の夢を見てた。色とりどり
涙の美しさ、七色は懐かしいな。知らない間に眠ってた午後の風の中で、日に焼けた鼻汗ばむ胸、ぬるくなった缶ビール、昨日はあんなに傷ついてヒリヒリしてたのに、小さくかけてたステレオから嬉しい曲届いた。お前消えろナナってやつ、興味ねえわてめえのコメントなんか。夏に二度と来んなよてめえ。涼しい、あれ涼しい、分かんなくなってきた、キーが。あ、この歌いいんだよな。海岸ウェッチュな FM に耳を沈めて、夕のなサーファーは夜の暗い海で泣いてた。夕暮れでは、夕暮れでは君に会いたくなる。展望台パウシュで隠れてキスをしたこと、てめえも消えろ、ケイの意味をして、キラキラキラ髪飾り、手のひらにあげるよ、夏の蜃気楼のプレゼント。消えるだけじゃない、二度と来んなよ。はい、さよなら。おい、おはよう。ムキムキ。筋肉ムキムキだよね。鍛えすぎだよ。
マンスリーとリスワンっていうのはね、リスワングランプリは、1日で、人数が多い。要は、1ヶ月に1回1人表彰することができるんですよ。その日のナンバーワンの閲覧数を競うのがリスワン。リスナーナンバーワン。リスナーの数。で、閲覧数が一番多い人に表彰されるっていう仕組み。で、俺10ヶ月連続取ってるんですよ。で、マンスリーっていうのは、売り上げ、アイテムの数ですね。俺、リスワンはずっと1位取り続けてんのに、金梅さん並み取ってるのに、マンスリーがずっと低いっていう。要は、儲かってない配信者ですね。閲覧は多いけど、儲かってないってこと。ラスト金曜日頑張れる曲か。ああ、頑張れる曲？なんだろう。なんだろう。頑張れ。頑張れ。頑張れっつうかな。仕事してるのは楽しいことっすよ。多分働いてたら気づかないだけで。楽しいことを今やってんだよ、ロビさんは。実は。楽しんで。頑張らなくていいから楽しんで。輝いて。ふとした瞬間に視線がぶつかる。幸せのときめき覚えているでしょう。 だって弾けそうもないんだもん。 しかも A メロからっていう謎の A メロから。 リスワンは表彰されたら1日運営さんから1万円もらえます。 しかもサビいかないっていうね。1万円もらえますね。あとなんか今月からクッションがもらえるみたいですよ。俺はマンスリー上位になりてえんだ。 マンスリー上位になりてえわ。ありがとう。パステルカラーの季節に恋した。 サビはいかない。花火ありがとうございます。ザードってなんかこの辺こうやってるイメージがあるんだよ。 なんかない？ザード。こうやって歌ってるイメージない？こうやって。 この辺で刻んでるよね、ザード。 なんかわかんないけど、イメージね。 刻んでるイメージ。大黒摩季も刻んでるイメージだね。 ラーラーって。広瀬香美ももちろん刻んでるよね。絶好調って昭和の歌手は刻むんだね、多分。みんな刻むんだね、右手で。基本のキだよね。 BPM リズムはここで取るっていう、ね、真冬の恋刻み系リズム感がいいんだ。多分ね、あれはね、楽器を弾けないコンプレックスから何かを刻みたいっていう欲求なんだよね、ここで。楽器弾けない歌手ばっかりだもんね、刻む人ね。勝手な偏見だけど。テテレ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 。てんてんてれてれてんてん。たそがれの。演歌の人は刻むよね。やっぱ楽器弾けないからね。へいへいほーってね。
ヘイヘイホーって刻むよ。え？刻むでしょ。あれは楽器弾けないコンプレックスからこう、俺も楽器使えるんだぜっていう何かのアピールだよ。サビは聞けない。サビは歌えない。花火二つありがとう。うん。サビだけは本当歌うなって言われてるか。ザード死んじゃったもんね。うん。悲しいよな。あら、何だったんだろう。自殺だったのかな。未だに謎だよね。尾崎豊はでも殺されてると思わない？尾崎豊絶対殺されてるよね。あれはおかしいもんね。尾崎豊の死体見たことある？みんなボッコボコだよ。あのオーバードーズ、薬物のオーバードーズで死んだっていうことになってるけど、ボッコボコだよ。真っ裸でボッコボコ。なんか死んでから20年ぐらい経ってか10年ぐらい経ってか出てきたんだよね、写真が。剣士の写真が。え、見たことない？のんちゃん、ボッコボコだよ。あれ絶対ヤクザに殺されてる。で、あの殺される、要は殴られたりとかするときに脳内麻薬が出るんだよ。でその脳内麻薬の成分って覚醒剤と同じ成分なのね。だからその闇に葬られてんだよね、完全に。のた打ち回ったのかな。いや、まあその可能性はあるけど、のた打ち回ってあんななる？見た？シエンタさん、尾崎の死亡解剖の、もうボッコボコだよ、体中全裸で。あれボコられてるよね多分。え、グレープどう思う？あれボコられてる？のた打ち回ってあんななる？裸で見た？のた打ち回ってなるか、あんなに。どっちなんだろう。でもあの写真が出てくるって、もう要は検視に携わった人じゃん。だからもう社会に出そうっていうことなんじゃないの。内出血だらけだったよね。あれのた打ち回ってできるかな。まあね、でもライブ中に飛び降りる人だからね。7メートルの鉄塔からダイブする人だからね。可能性悪感だ。うん、どっちなんだろう。あれはね、あとところあのビートたけしがあの事故のやつって、あれ事故じゃないんだよね本当は。わかんないよ、都市伝説だよ。聞いた話なんだけど、銀座のそのお姉ちゃんに要は好きになっちゃってちょっかい出して、それがそのなんかヤクザの女だった。なんかボッコボコにされてるんだよねあれで。事故に見せかけられてんだよねあれっていうのも聞いたことある。わかんないけどね真相は。警察も裏から金もらってるからね。いやー、あのね、これ六本木で働いてた時に、要は明らかにダメなお店、要はそのキャバ、表向きキャバクラなんだけど、そのパコれるキャバクラやってたけど、その警察のトップに毎月600万ぐらい渡してたよ。だからまああるんだろうね、うん、そういうのも。諸星、え、嘘、そうなの？え諸星くんなの？へえ。その割に長生きしてるよね。だからそのためのアウトレイジですよ。だ、業務提携だよね。業務提携。わかんないけど、都市伝説。実際の本当のところわかんないもんね。のた打ち回ってあんなんなるのかな。ボコボコだぜ。撲殺されてるようにしか見えない、本当に。
でもなんだろうね、尾崎豊ってさ、歌うまくないじゃん、正直。なんかね、尾崎って歌うまくないじゃん。だけど何なんだろう、あれは。草薙くんはあれは露出狂じゃないの？ただの。違うの？ 草薙くんの事件はただの変態じゃないの？違うの？俺は草薙くんはただの酒乱だと思ってたんだけど。ヒデは自殺でしょ。ヒロンちゃんうざい。消えて。邪魔。ヒデはどうなん？ヒデは俺自殺だと思ってて、自殺なんだけどファンがそれを許さないだけだと思ってる。飲酒運転しかしなかったもんね、みんなね。ワイルドクソジジイお疲れっす。ワードツー。ねえ。いやでも飲酒運転はやっぱ良くないよ。酔っ払って運転したら事故るに決まってんじゃん。 むちゃくちゃな時代だよな、本当に。酒飲んで運転してたんだもんな。 今考えるとめちゃくちゃだよな。ヒーロンちゃんうざい。消えて。もう見なくていいから、お前、俺の放送。ヒデは事故じゃないでしょ。俺、ヒデを事故だって言い張る人の、あんまりよくわかんねえな。どうも、よろしくお願いします。そういう趣味？首絞めプレイ？いや、どうなんだろうな。ザードは謎だよね。ザードは自殺なのか。だってあれでしょ？なんか階段からこけてるんだよね、入院中に。非常階段で。いや、ドアノブで自殺すんのは自殺する人の定番だよ。ドアノブで自殺をするのは結構定番。ドアノブで簡単に死ねるんだよ。自殺を知ってる人だったら結構有名な話よ。要は腰が浮くぐらいの、高さだったら、体重かけたら死ねるの。階段落ちはちょっとね、ザードはちょっとよくわかんねえよな。ザードは俺微妙。ただヒデを、あれを事故だっていうのはちょっと無理があるじゃないのかなっていう。低いところから落ちて死んだんだよね。だから雨の日、前の日雨だったらずっこけたっていう説が濃厚だよね。俺でも、あと怖いのが飯島愛だよね。飯島愛のさ、テレビ、なんか、台湾がどっかの占い師が予言してたのを知ってる？金スマかなんかでやってたけど、あるさんはどっち？死ぬ1年ぐらい前に、なんか号泣するんだよね。台湾の占い師かなんか、ボロボロ泣いて、何何何？みたいな。あなたに悲しいことが起こりますみたいなこと言って、死を暗示するようなこと言って、ボロボロ泣くのよ、占い師のおばちゃんが。このままでは死ぬわよか。そうそうそう。あ、芸能界辞めたら死ぬって言ってたんだっけ、あれ。なんかすごかったよね、あれ。そう。最近プロポーズ直前に転落死のニュースありましたよね。ああ、そうなんだ。窪塚もすげえよな。 俺ね、窪塚だけはよくわかんねえ。あれ、マリファナ吸いすぎて飛んじゃったんでしょ？マリファナ吸いすぎて飛んじゃったんでしょ？ やばくない？ ファーってコンビニ行ってきまーす。 すげえよな、本当に。いや、もうなんか、昔さ、普通の俳優だったのにさ、なんかキングやってからおかしくなったよね。なんか
池袋ウエストゲートパークからなんかさ、おかしくなった印象があるね。狂気の桜とか。横須賀のマンションだっけ？ 7 階ぐらいから飛んでたよね。なんで生きてんだよっていう。すごい奇跡だよね。どうやったら生きるんだよね。顔面ぐっちゃぐちゃになってたもんね。すげえな。まあ、多分体重が軽かったんだろうね。異常に体重が軽いから、ダメージが少なかったのかもしれないけど。普通の人だったら死んでるよね。まあ、茂みかなんかに落ちたって話だよね。それでも死ぬだろ、普通。俺、島田紳助さん、芸能界で一番好きだったんだけどな。結構好きな芸人さんだったんだけど。でもね、松新見てね、松新よく見るんだけど、未だに YouTube で勉強するんだけど。ドラッグでは捕まりたくないけど、誰かをぶっ飛ばして芸能界引退ならしょうがないって発言してるんだよね。俺はマリファナとか覚醒剤とかをやって、なんか芸能界引退はかっこ悪いと思ってんねんって。でもなーって、正義感のために誰かをぶん殴って芸能界引退ならしょうがないと思ってるんだって言ってて、その通りになってるんだよね。自分で警察出頭した主役やります。飯島？あ、そうなんだ。へえ。あ、そうだったんだ。マーシーは神だかんで。あんずさんおはよう。だって2チャンネルってさ、すごかったじゃん。なんだっけな、2チャンネルって何なのかっていう話だと、なんだっけな、ダジャレがあることと、エロがあることと、なんだっけな、ダジャレとエロと、あと何だったっけな、もう一つ。ダジャレとエロと、ダジャレとエロとアンダーグラウンドの3本の柱みたいな。で、マーシーはなんで神かというと、ダジャレを極めていて、エロ、エロ。エロも極め、盗撮のことで、エロも極めていて、で、ドラッグも極めていると。神だと。すごいよね。確かね、なんかそんな3本立てで、マーシーは神になったんだよ。だってさ、ウイルスとかさ、その攻撃方法で、田代法って名前がつくぐらいの。田代法ってあれ F5 連打でしょ、要は。強制 F5 連打だよね、確か田代法って。そう、昔のあのウイルス。違かったっけ？え、小梅ちゃんに名前変わったの？ 名前変えすぎじゃない？一気に名前変えたね。何小梅ちゃんって。どうして小梅ちゃんに変えたの？ 昔のドス攻撃です。ドス攻撃だよね、多分。愛ちゃんはコンクリ事件も絡んでた。へえ。何それ。なんとなくコウメちゃんで行くの。わ かったわ。受け入れるわ。俺も名前変えたかんね。初代和道を名乗る。2代目3代目を意識し始めたから。俺は初代和道を今名乗ってるから。 やっぱ初代を襲名しようと思って。2代目3代目襲名主義引き継いでいくからね、この和道の名前は。配信者に。どう3も。代目とかじゃない。3代目だね、3代目。何代続くかね、和道は。女子高生コンクリ受験で有名なやつよね。あれに関わってんの？飯島愛が。ガクトも噂ある。ドラッグの。まあ、薬なんてやってる人いっぱいいんじゃないの？配信者でもいっぱいいるじゃん。コンクリ事件？ああ、知らない。まあ、いろんな人がいますね、世の中。
窓を引き継げる前の名前は何なんですか？あ、だから引き継ぐの安次郎さんでいいんですよ。安次郎さんが俺が死ぬ前にこう遺言で 安次郎って窓さん、安次郎任せたぞって言ったら2代目ですよ。安次郎さんは2代目和道ですよ。俺が死の間際にこう頼んだぞって言った人が2代目和道です。で、2代目和道が「ああ頼んだぞ」って言った相手が3代目和道ですよ。はい。わ かる？頼まれたらもう3代目、4代目、5代目ってこう、ハードキャンディ有罪消えろ、めんどくさい、お前と話す気ない、楽しく話してから邪魔、消えろ。彼氏が主犯だったの。へえ。そうそう、襲名披露宴は成田さんでね。仕事頑張ってください。頑張れ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 、ロビー頑張れ。のんちゃん、お茶ある？お茶ない、何にもない。水ちょうだい。じゃあ、いいよいいよ、水ちょうだい。はい、ワード2、バレニューいらっしゃい。疲れ。岡田由紀子さんが誰だか分かんないわ。飛び降りのイメージだと俺は宇多田ヒカルのお母さん藤圭子さん。生活は安定した。ハードキャンディ、悪いんだけどさ、どっか行ってくんないかな。申し訳ない、あなたは僕の放送向いてないと思いますよ。
申し訳ないんですけど、あの他の放送を見ていただけますか。申し訳ない、あなたはこの放送向いてないですよ。生活全然安定してないですよ、僕。全然安定してないですよ。芸能界闇が深そうだもんな。なんでガキツカのさよならの山崎邦正は許されて配信者の引退ネタは許されないのか未だに理解できない。だってさ、俺がさ引退ネタやったじゃん。そしたら荒野はやる、金梅さんはやる、クモン流はやる、誰やってたかな、5人ぐらいやってたの、ふわっちで。なんで俺だけ叩かれてんだろうと思うよね。意味がわかんないよね。いやでもなんかさ、テレビ局の人間もさ、なんでこんなことでクレームの電話入れんだよみたいなこと、たまに芸人さんネタにしてたじゃん。多分ね、あの要はアスペのバカって昔いたんだよ、テレビにも。うわーって、何なんですか、引退するって言いましたよねみたいなバカはいたんだよ多分。だけどそう、スタッフさんが片付けてたんだよ、わかる。だからね、このバカが、バカのコメントが見えるようになっちゃったっていうのは結構弊害だよね。だから昔いたんだと思うよ、バカ通報するっつうかさ、山崎さん引退したんですよねとか、まっちゃんとかよく切れてるもんね、昔から。なんかなんでこんなことで俺だけ言われんねんみたいな、なんで俺だけやねんってね。罰ゲーム受けるとき、なんかココリコとかが罰ゲーム受けるとめっちゃクレーム来るのに、まっちゃんが罰ゲーム受けるとあのクレームが一切来ないって言って本人キレてたもん。なんで俺の時だけクレーム来へんのやーとか言って、お前うるせえよカードキャンディ。騙されて課金アイテムを投げさせたからじゃねえよ。アイテム投げてる人誰一人文句言ってねえわ、うん、お前が勝手にそう思い込んでるだけだわ。お前が勝手にそう思い込んでるだけです。アイテム投げてくれてる人からクレームなんて来てません。投げてから言えよ。ツイキャスのアイテムはおすすめが上に行くように、要はあの多くの人に見てもらう広告効果ですね。アイテム投げれば投げるほど新しい人に宣伝効果。ナンバさんいらっしゃい、枠終わったんだ今。キャラはあるよ、うん。金のためにやるって当たり前だろ、これで飯食ってんだから。全部の行為が金のためだわ。あのね、もし金のためが気に食わないんだったら前から言ってるけど改めて言うわ、俺は金のためにやってるから、それが気に食わないなら見るな。金のために全部の放送やってるから、俺アイテムで飯食ってんの。だから俺の放送全部金のためだから、金のためが嫌なら見るな。ここ課金サイトなんだわ。わかる？俺間違ったこと言ってる？言ってないよね、多分。俺が課金するのが、アイテムもらうのが嫌だったら見るな。だろ？すべてがアイテムのためだから。すべてが。そのために俺は放送やってんの。
中学生にバイトして花火投げろって言ってましたもんね。言ってません、そんなこと。うん、言ってません。中学生は見るなっつってます。僕の放送 R30 なんです。ガキは見るなって常に言ってます僕。うん、うん、言ってません。聞いたことないと思うよ。それはあなたが勝手にそう思い込んでるだけです。そうそう出してください。花火投げろって言ってましたもんねって言うんだったら証拠を出せ。うん、飯のためにやってんだもん俺。ワドンさんのおかげで毎日配信見るようになった。それって悪いことじゃん。悪影響じゃん。だ言ってたっつうなら早々出して言えばいいじゃん。だいつ言ってたの。そんなね、言ってたなんて誰でも言えるから、誰でも言えるから。もともと俺は R30 っつってんのよ。30歳以上いらないから。だから気に入らないんだったらどうぞブラウザバックしてください、はい、僕はもうフォロー外してもらって結構なんで、ついてこない人はついてこなくていいです、はい、あの多くの人に支えられてるんで、ファンに。あの僕の放送に文句のある人は出て行ってください。他に配信者いっぱいいますから。 ありがとうございます。楽しんでってください。してるかしてないかは調べてください。はい、対価をいただ、対価ではありません。僕は先に情報提供をしてるんです。それに対してアイテムをもらってるんです。だから何かを未来にするためにアイテムもらってるわけじゃなくて、今やってることに対してチップをもらってるんです。はい、わかります。で、あなたは金払ってるわけじゃないんだから突っ込んでた方がいいと思いますよ。うん、だしもっと言うのは、俺が直接もらってるわけじゃないから、サイトのサービスを利用してるから、金銭のやり取りは運営さんとなの。運営からポイントをもらってんの。わかるかな。だからアイテムが返金がどうのこうのっていうのは運営さんから返金をねだってください。あなたがもし僕に課金をしてるのであれば、言い訳ではないですよ。はい、だから文句があるなら見なきゃいいでしょ。文句があんなら見なきゃいいでしょ。別にあなたアイテム投げてるわけじゃないんだから。でしょ。投げたもん返せっていうぐらいだったら投げない方がいいでしょ。大人なんだからそれくらい覚悟してやってますよ、皆さん。結局もらってるんだろ、アホって。だってもらうためにやってんだもん。もらうために放送やってんだもん。俺が一度でも言ったことある。視聴を返せって。俺の放送の時間を返せなんて言ったことない。あなたが言ってることそういうことだよ。金を返せって言うんだったら俺の時間返せっていうこと。俺そんなこと一回も言ったことないよ。くだらない。だったら最初からアイテムなんか投げんなっつーの、うん、別にいいじゃん。ゴミ理論だろうがなんだろうが、当たり前のことは当たり前に言ってんだから。うん、あ、また論点ずらし。あなたはね、そうやってね、僕のことを否定できれば何でもいいんだよ。結局ね、アイテムがどうとかどうでもいいの、君は。うん。だから相手にされないんだよ。別れた彼女、今まで貢いだものを返せって言ってる器の小さい人が言うことで、本当だよね。うん。寒いよね。まあまあ、そういう人間なんだろうけど。文句があるなら電話かけてきてください。直接言ったらどうですか。あの凸待ちは常にしてるんで、かけてきていいですよ。バーで働くポールダンサーっていう表現がどうなのか、バーテンダーでいいんじゃないかって思うけど。なんでポールダンサーなんだろう。ポールダンサーではねえだろ俺ら。
働いたことないのかねこの人は。囲いはいないよ俺、囲いもいらねえっつってんの。アンチも囲いも一緒だっつってんの。気持ち悪いから、あ、囲いもいらねえっつってるから俺常に言ってるよね、囲いもアンチも一緒だからいらねえよっつって。囲うやつほどアンチになるからいらねえっつってんの。気持ち悪い。32歳のおっさん追っかけてどうすんだよ本当にバーテンダー思いつかなかった。ポールダンサーではねえだろ。ファンです。あなたの考えとしては文句があるなら運営さんに言ってくださいってことですね。そうでしょう。うん。だってそう思わない。返せって、だってあなたは俺にアイテム投げてないんだから。でしょ？投げたの？投げてないよね。で、投げてない人が返せってどういうこと？だってクレームが投げた人から来てないんだよ。クレームが来てないんだよ。どういうこと？囲いは初見がコメントしづらくなるからいらねえって前から言ってるよね。いや、全然違う、バレーには。囲いはもともと囲い込みっていう言葉で嫌がる言葉として流行ったの。つまり自分のものにしたいっていう、客層のことを囲いっていうの。だから周りのリスナーに迷惑かかる。初見がコメントしづらくなるからじゃないの。普通に見てる人に迷惑をかける存在っていう意味で悪く使われてた言葉なんだよっていうことを常に言ってた。でも囲いってまさにそうでしょ。自分の都合が悪くなると暗示化するでしょ。だからいらないっつってんの、囲いなんか。うん。今説明した通り。要は自分の都合のいい時、要はプラスのベクトルに思いが強いと、囲いになって、自分の都合が悪くなると、あ、この人こんな人だと思わなかった、アンチになりますっていう性質の人。囲いとアンチって、実は表裏、表裏一体な。はい、アイテムありがとう、ワード2。そう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 、囲い込みから来てんのね。要はジャニーズとかでキャーっつって囲い込んでさ、何々くんって他のファン蹴散らす人たちっているでしょ。周りから見ると迷惑でしょ。そういう存在ね、そういう存在。だから囲いで検索してごらん、そういう風に出るから。なんかあのファンのことを囲いだという理論がなんかツイキャスから流行っちゃってんだよ。ありがとう、アイテムありがとう、メリンコおはよう、楽しんでってね、ありがとう。逆に良かったっつうか、別に俺相手にしてないもん、困ってないもん俺。別にリスナー全員いなくなったとしても構わねえと思ってるもん。ついてくる人だけついてくればいいって。そうそう、強い思いがプラスに働けば囲い、マイナスに働いたらアンチで、囲いがいる放送っていうのは人が集まらなくてあんまり良くないとされてたのよ。要はそのアイドルとかその歌系とかイケメン系とかが囲いばっかりになってて新規が入りづらくなるって理論があって、囲いがいる放送は気持ちが悪いっていう、囲いうざみたいな使われ方をしてた。囲いかよっていう偏見で見られてた。だけどツイキャスとかでその文化が囲いイコール熱烈なファンに置き換わっちゃったの、途中から。ネット用語が、でネットの古い文化の語源を知らない人たちが囲いっていいことだと思ってんだよ、うん、別にアンチとかはもうくだらねえと思ってる。もう囲いとかアンチとかくだらねえからいらねえっつってんの俺は。別に見たくなきゃ見なきゃいいんだから、でしょ。別に困んねえもん。あと信用失いますよとか言うバカがいるけど、もともと信用なんかねえよ。配信者なんかに信用してどうすんだよ、頭悪すぎるだろ。働け。配信者信用するってどういうことだよ、会ったこともねえわ俺。働け。やることやれ、暇つぶしなんだよこんなもん。
でしょ、囲いなんかいらないんだ。社会的な信用なくしてますよ。もともとないです、そんなもんは。もともと社会的信用なんて築こうと思ったらこの職業選んでません。残念でした。ああ、ロシアは匿名禁止、実名でやればいいんだよ、もう。匿名だから言いたい放題言ってるだけなんだからさ。韓国とかも実名じゃん。実名ではないか。ネットにアクセスするときに、重機カードみたいなのがいるのか。その方がいいと思うよ。めちゃくちゃ誹謗中傷俺も受けてるわけだから、やってもないこと言われてんだからさ。確実に米減るよね。最初だけだよ。最初だけ。慣れだよ。で、コメントで、実名でコメントできないやつなんかコメントしない方がいいんだよ。要は、あれでしょ？便乗落書き状態なんだから。だって普通に人と会話するとき、顔見て、自分の経歴で会話するでしょ？立場をわきまえて会話するでしょ、発言するでしょ。ネットだからって言って、匿名だからっつって言いたい放題やってんだから。じゃなかったら電話かけてくるでしょ、本気で言ってるんだったら。いや、言いたいことあるんだけどって。フェイスブック離れすごいじゃん。フェイスブック離れすごいって言ってるけどさ、日本だけでしょ？ SNS でさ、世界最大の会員数いまだに誇ってるわけだよ。全然離れてるっていう印象がないんだけど、俺。むしろシェアが取り終わった感じがするんだけど。Facebook 使ってる人全然使ってるよ。で、全然普通に交流してるよ。要は顔出せる人、実名でできる人。Facebook ブーム漁ったよね、ちょっとね。あんまりネット特有の文化あんま好きじゃないから、ね、匿名文化があんま好きじゃないから。ねえ、使ってる人使ってるよね。ただ放送を見てるリスナー層は使わないだけでしょ。なんか素性がバレたくないって感じなんだ。俺はだからそれ気使って、俺のフレンドは全部見れないようにしてるけどね。実名でもつながりたいっていう人いるから。別に Facebook で普通につながりたいと、和道友達になりたいって言ってくれてる人いっぱいいるからさ。おはよう。ミンクル、アイテムありがとう。秘密文化っつうか、ネットだけだと思うけど。まあ、俺は日本のそこはくだらないところだと思ってるから。この匿名から何かが生まれるとは思ってない。
おはよう。まあ、改めて言っておくけど、応援する気がない人はフォロー外してくださいね。はい。お互い、利益にならないことはやめましょう。おはよう、麦さん。アイテムありがとう。僕に今後、一切アイテム投げるつもりはないですっていう人は、どうぞフォロー外してください。そして僕の放送を二度と見ないでください。よろしくお願いします。日本のダメなところは何でもかんでも隠すところだと思うんだよね。確かに隠すべき情報はあるけど、日本はその情報が多すぎて、情報多すぎてるっていうか、うさばらしてるだけだからね。何も生まれてこないと思うよ、こんなもんからは。まあいいんだけど、俺には何の関係もない人生だから。すれ違うこともないだろうし 時間を割くつもりもないですし、まあね、アンチで文句言ってるやつが俺の閲覧増やして養分になるだけだから。おはようございます。嫌なら見なきゃいいシステムなんだけどね。何なんだろうね。嫌いな人を見るっていう神経がよくわかんない。時間の無駄でしかないからね。限られた人生でさ、一回きりしかなくて有限なんだよね。で、よくこんな暇つぶしができるのか、よくわかんねえわ。まあまあ別に興味があるんならあるでいいんだけど、俺の人生ではないから。だったら応援したい人とかね、24時間使った方がいいのにってよ。俺はそう思うけど、無関心が一番ダメっつうか、もったいないと思うんだよね。好きなら好きでいいじゃんっていう。で、嫌いなら見なきゃいいのにって思う。おはよう、大輔さん。おはよう。まあ、いつも言ってるけど、俺別に閲覧増やしたいわけでも何でもないからさ。閲覧増やしたいわけでもないし、ね。食えてっかんね。スポンサーさんのおかげで。だから俺はスポンサーは大事にするけど、ファンとスポンサーは大事にするけど、それ以外は関心ないかな。
踏まれてる。どうなんだろうね。俺はどうでもいいと思ってるよ、ファンとスポンサー以外は。正直本当にどうでもいい。死のうが何しようが俺には痛みも一切ないし、金稼ごうが苦しもうが成功しようが失敗しようが、俺に関心のない人と、要は俺と関わりのない人だと思ってるから、まあ、見たきゃ見ればいいし、お好きにどうぞ。あ、まあ関わっても意味ないと思うんだけどね。くだらねえ。ギャナビー、おはよう。おはよう。いや、寝れてないんだよね。昨日24時間寝ちゃったからさ。いや、僕は発言そんなこと言ってないですね。中高生に対して花火投げろなんて言ってないですね。まあ、中高生に見てもらおうと思ってないんで。あとは自分に都合の悪いコメントは読まないクズなら、アンチは自分の都合のいいようにしかコメントを書かないクズだと思う負けるとか負けないとかじゃなくて、なんか戦うつもりが全くないよ。戦うつもりが全くない、ね、あの意味のないことはやらない主義なんで、ほっといたらいなくなるよこいつら。お疲れっす。
いや普通に花火投げりゃいいじゃん。なんで引退幕の時しか花火投げねえんだよ。意味わかんねえな。普通の枠で投げろよ。いやー笑うっしょ。寄り目は間引きされてたって言われたんだぜ。俺寝る前に Google で調べたもんね。寄り目間引き出てこなかったよ。寄り目間引きって、うん、バカありがとう、うん、あのね応援はね言葉でいらないから、あのアイテム以外認めてないから応援って、あの言葉で応援してますっていうのいらない。あーありがとうアイテム。キャノピーありがとう、うん、あのコメントのね応援してますはいらないです。正直あのアイテムください、応援する人は。キャノピーありがとう、うん、あのもう応援してますとか一生ついてきますとかくだらないのいらないから俺マジで。応援する気があったらあのアイテムください。ヤフーでググれってあんな笑うよ、あんな笑うよね、試します。本当面白いよなあの人、うん、言葉なんてねテンションで言ってるだけだから俺信用しない言葉、うん、ありがとうアイテム。あのねもう散々見てきたから、応援してます一生ついてきますずっとファンでいます、それを言うやつほどね消えていくからね、あのそんなのね何の役にも立たないからアイテムくれそんなこと言うよりもあのアンチコメントで花火一発くれた方が全然俺に俺の応援になるから、死ねハゲって言って花火投げた方がいいよ。この寄り目間引きするぞこの野郎っつって花火投げた方が俺にとっては応援だから、うん、あの言葉はいらないっす、うん、そう口で言うのなんか簡単だからどうしようもない。壊れてきたっつうか本当にそう思わない、本当にあのいらない、応援してますとか言わなくていい、恩着せがましい、うん、アイテムをよこせって感じだよねアンチコメントで嫌大嫌いだわっつって花火10発投げた方がかっこいいよ、うん、ありがとうねキャノピー、うん、あーラムネありがとう。いやそりゃそうでしょ。そもそも俺は人間の心なんてものを当てにしてない。そうそう薄っぺらいっつうかね、なんかくだらない。君のことを考えてとかさ、君のことを思ってるとか、あの応援してるとか頑張れとか、くだらなすぎるよね、うん。俺はそういうの大嫌いなんだよね。だって石野に頑張れとかさ、ああしろこうしろっていうやつ腐るほどいるじゃん。
だけど石野に金渡してる人間なんて本当にいないよ。ごく一部で石野に飯をおごってる人間何人いるよ。石野家に泊めてる人間何人いるよ。石野支援してるやついないでしょ。だからそんなもんなんだよ、うん、応援してるなんてくだらないこと言わないで石野に1000円渡してるよ。もしくは飯行こうぜって言って飯をおごってるよね。本当に応援する、すれてるっていうか俺は普通にそう思うけど。リスナーでも和道さんと遊べるの、あ、遊べますよ。あの1時間3万円とプラス交通費と食事代、まあ諸経費ですね。だからあの移動も込みなんで、あの例えば俺の移動時間と遊ぶ時間と食事代と交通費なんで、まあ3時間かかるとしたら9万円ですプラス交通費食事代。遊べますよ全然。そうそう、面積増えたでしょ。もうだいぶ黒くなってきたけどね。もし遊びたい人がいたらお問い合わせください。いやもうね、リスナーさんタダで会うのやめた、うん、オフ会か外配信のリアトツか、あとなんだっけ、あとは俺がイベントに出てる時にあのファンとの交流の時間とかもしあったらファンサービスするからって言って、でそれ以外だったら要はオフ会イベントとかで捨て頃とかのね、ちょっとあの会場終わりの30分とかファンサービスするのとイベントでしょ、オフ会でしょ、あと外配信の時のリアトツ、うん、もうそれ以外は3万円払ってくださいってお願いしてる。1時間3万円、うん、もうだるい、なんか変なやつが多すぎる。いや別に気に入らなきゃ会わなきゃいいだけなんで、それが高いと思うんだったら利用しなければいいんじゃないですか。おお、え、マンスリー4位なの、え、マジで言ってんの、え、なんで、嘘でしょ、マジで、ちょっと待って、あ、本当だ、マジで、すげえマジだ、え、ジェダイさん今4位なの、おめでとうございます、すげえ、すごっ、おめでとうございます、やば、へえ、そんな稼いでんな今。ミサイル？北朝鮮のミサイル、どこを見ればいいんだ？ J アラート鳴ってないね。国民、なになになに？ミサイル、北朝鮮発射された。建物の中、地下に避難してください。北海道、岩手、茨城。東京は乗ってないね茨城てか携帯持ってないでしょ俺。福井県、東京は含まれてないね。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟だって。うん、何分で到着するんだっけ、11分後ぐらいだっけ。マジ何なのあの国いやマジ何なのあの国だよね本当に。
や、あのね、本当に最近の発言あるじゃん。あれ、普通に宣戦布告なんだよ。どうして日本何もしないんだろうね。もうさ、本当憲法改正して北朝鮮戦争しない？本当に。俺全然もうあの国戦って潰していいと思うんだけど、どう思う？日本滅ぼすって言ってんだよ。当時は5分だっけ？いや、もう戦争しようぜ、本当に。どう？どう？戦争しない？戦争しようぜ。ねえ、どう？チン、ここに戦をセンスって言ってさ。なあ、日本はアメリカが潰してくれるのを待ってる。うん、ねえ、さすがにさ、だってもう海戦場だってね、核で潰すってはっきり発言してるわけだからさ、あれ戦争宣言じゃん。ねえ、一応休戦はしてない、うん、一応休戦状態なんだよね、北朝鮮と日本って。まだ終戦まで結びついてないんだよね。今戦争しても今平和ボケした日本人は瞬殺。自衛隊ってそんな弱いのかな。うん、3億くれるなら特攻してもいい。え、何？ 3 億で家族守りたいってこと？だから使えないよ、特攻するってことは。よくこんな朝っぱらに撃つよな。仕方ねえな。ちょっとあれだ、あとでメール送っとくわ。頭きたわ。ちょ、うちのどれをちょっと北朝鮮に送り込むわ。めちゃめちゃ強えかんな、どれの深夜食堂。愛国者だし。どうしよう、どれバーサス北朝鮮の。よし、そうしよう。うちのどれをうちのどれを北に送り込もう。めちゃめちゃ強い感じ、ランボーですよ、ランボー。いやー、もう一人で壊滅させられるらしいよ、ドレスターク将軍。勝てるっしょ。あー、そうだね、情報戦は鮫島さんだね。情報戦は鮫島さんで全然勝てちゃうからね。そう考えるとすげえな。あー、おはようございます。 J アラートで起きて、なんで俺の放送を見に来ようと思ったんだろう。ああ、そうなんだ、30そこそこか。そっか、同い年ぐらいなのか。すげえな、それも。捨て頃で決着つけるか。
海に着弾、あー危ねえよな。今日あれだな、芸術の秋っていうことでマスク作ろうか。マスク作るか。いや、内乱が起きないようにするための日本攻撃でしょ、うん、マスク作ろう。セリア行って粘土買ってくるわ。粘土、デスマスクっていうか配信用の仮面作る。いや、まあ戦争は俺も始まるとは思ってるけど、第三次世界大戦か。始まるな、いよいよ始まるな。年内どうだろうね。もうすぐ感想ですね。皆さんお疲れ様です。長時間ありがとうございました。ありがとうございます。回線3時間でだいたい決められる。今テレビお祭り、テレビ持ってねえかんな。どうなってんのかわかんねえわ。お疲れ様です。第7艦隊動いた。マジでアイテムタイムやめちゃったんだ。ゆったんありがとう。アイテムタイムやめた。もう気持ちでバンバン投げたい時投げてっつって。あ、そう。猫助さんいらっしゃい。金橋さんにブロックされたんだ。まだ動いてないっていう。これさ、どうなんだろう、攻め込まれて反撃はできないの自衛隊って。だって日本の海がやられてるんでしょ。もうそろそろいいだろう、うん、お疲れちゃんテクテクさん。アイテム投げてくれる人が大切にしてるに決まってるじゃん。当たり前だろ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。今日はこれで寝ます。
またね、昼間か夕方ぐらいから放送やるんで、ぜひ見に来てください。集団的自衛権ってクソなんだ。どうすんだろうなこれ。お疲れさん、お疲れ。お疲れ。おやすみ。お疲れっす。お疲れ様です。おやすみ。いや、俺バックスリー配備したのが俺に聞かれてもさ、なんでって俺に聞くの？いや、まあ、なんでだろうな。もうちょっと多分聞く相手間違えてるよ。もっとちゃんとしたところに問い合わせた方がいいよ。なんで？なんでバックスリー配置したんっつって。政府の偉い人のところに、なんでなんでバックスリーなんて。おでにも教えてくれよっつって。200発も撃ったの。いや、わかんないけど。かっこいいから。200発も撃ったのミサイル。200発マジかよ。マジで言ってんの？おはよう、サバハニさん。もう1分で終わりですけど、また夕方に放送するんで見に来てください。サバハニさん、ごめんね、せっかく来てくれたのに。めちゃくちゃだな本当に。お疲れっす。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。